大白法令和4年6月1日号、幼行寺支部、小塚新一、静岡北地方部総会より、日々の生活のあらゆる場面で縁を大事に、常に、招待、常に釈伏の志。私は、毎日のご業を、招待の時に、釈伏させていただきたい、ご一家や友人を思い浮かべて、ご記念申し上げています。 日々の生活の中から思いもよらなかった灼物の縁が実った話をさせていただきたいと思います。新業の苦毒を職場でも発揮する日々。私は自動車部品の製造を行う会社に勤務し、以前は検査部門を担当していました。検査という仕事の上で判断に迷うことや決断をしなければならないことが多く、時には不良品の対応で、 関係取引先に頭を下げて回ることも多々ありました。そんな時や困った時上司から無理難題を押し付けられた時部下が失敗したときには、手を合わせて、心の中でお題目を唱えます。そして、心を落ち着かせて、するべきことを整理してから処理に対応することにしていました。私の手を合わせる姿と、丸坊主の髪型から、職場では、 和尚というあだ名で呼ばれることもあります。私の受け持っていた検査部門には部下が10人ほどいました。40代、50代の中堅のベテラン社員が一人ずつ、あとはこれから経験、知識を身につけなければならない20代の若手でした。若手の中には仕事だけでなく人付き合いなども経験不足なゆえに、 迷い悩んだ末に鬱になって休職してしまった部下もいました。以前、その中の一人である若手の愛さんを、強い心を持ち職場復帰できるようになってほしいと思い、お寺へ連れて行き、釈伏しました。入信した愛さんは、現在では無事に復職し、元気に働いています。若手が、多くベテラン層が少ない部署ですが、その中に、 40代の T さんがいて、中堅層でありながら、嫌な顔をせずに、雑務もこなしてくれて助かっています。ただ、若手の手本となり、職場を引っ張っていってもらいたいのですが、肝心な時に爪が甘く、やるべきことをやらずに、みんなの足を引っ張ることがありました。ある時 T さんが、大きなミスをしてしまい、みんなで後始末に回る案件がありました。 なんとか対応を終え、今後二度と同じミスが発生しないように業務のフローチャートを見直して仕事のやり方を変更したのですが肝心の T さんの気持ちを変えなければ再び発生してしまう恐れがありました心に強い芯を打ち立てようそこで T さんと個人面談を行い彼に対し要求されている仕事とそれに対して実際にできていること できていないこと、今後やってもらいたいことなど、仕事の話をした後に、体調不良で取る突発の休暇が多いことについても話しました。T さんは、難易度が高く責任を求められる仕事になると、ストレスからか、体調不良を起こして休みがちでした。明るくムードメーカー的存在の T さんですが、私には、気持ちの弱さから難しいことから逃げて、 楽な道を選んでししままっているように見えました嫌なことからは逃げたい、面倒なことはやりたくない、そんな気持ちは誰でも持っています。だからこそ、新人で心を鍛え、強い気持ちを持って、逃げずに困難に立ち向かっていけるようになってほしいという思いがあり、今後、自分の心の中に、太く強い芯を持って、仕事に取り組んでもらいたいからと話して、 お寺に誘いました思いもよらず2人をお寺に面談を終えて事務所に戻ると T さんのミスの修正を手伝ってくれた若手の I さんと M さんがいて T さんの処分をどうするつもりかと聞かれたのでお寺に誘ったことを話しました新人して職場復帰でき元気になった I さんはお寺に行くことは心を鍛え直すのにいいと思いますと賛成してくれました また、女性の M さんは、私も気持ちが弱いから、一緒にお寺に行って、心を鍛えてもらおうかな、と言いました。M さんの言葉は、思いもよらない、嬉しい反応でした。M さんは、どちらかというと、仕事のことでも、他人からどう見られているかを気にしすぎる傾向がありました。また、経験のないことや、わからないことがあると、すぐに、解決方法、 判断方法を人に委ねてしまいがちで、自分に自信が持てていないようでした。仕事に行き詰まりやすい傾向も見られ、私もどう伸ばしていこうかと思い悩んでいました。せっかく、M さんがお寺に行こうと思っているところです。これも仏縁だと思い、ご住職にご報告しました。そして、T さんにも、M さんがお寺に一緒に行くという話をして、 週末に二人をお寺に連れて行くことにしました。それからは毎日の吻行で、T さん、M さんが無事にお寺に参詣できるようにと、ご本尊様にご記念して、その日を迎えました。当日は、打ち解けて気楽に話せるように、まずは、私と妻と T さん、M さんの4人でランチをして、その後、お寺に行きました。お寺では、一緒に、 本堂のご本尊様にお題目参照した後に、4人で50回前後のビデオを視聴しました。その後に、ご住職より、釈伏していただきました。お釈迦様が低い教えを説いた後に、高い教えである法華経を説かれるなど、仏教には順序、次第があること。法華経の予想通りに、日蓮大聖人様がご出現され、正しい法を広められたこと。 曇った鏡のような自分の心を、将代を重ねて、きれいに磨いていくことができること、など、ちょうど、お話を一時間ほど伺ったところで、ご住職が、ちょっと難しかったかな、と問いかけられると、M さんは、大丈夫ですとしっかり答え、初めて聞いた新人の話をきちんと受け止められているようでした。また、T さんは、よくよく話を聞くと、 お母さんと本人が創価学会員だということが分かりました。ただ、T さんは幽霊会員で、高校卒業以降は学会活動に参加していないようです。その日は、翌月のご法恩護校への参詣を進めて、2人と別れました。ご住職から、すぐにご樹会でなく、何度かお参りしてもらいましょう。しっかり新人していくと、 必ず結果が出ますよとご指導をいただき日々の吻業・招待でさらに T さん M さんを着服させていただけるようご記念しました M さんが入信できさらなる育成を決意翌月は2人でおうに参詣できましたが翌々月は T さんは都合が悪く M さんだけがおうに参詣しました何度かお幸に一緒に参詣しているうちに 仕事やプライベートなど、いろいろな悩みを話してくれるようになっていました。令和元年の年末、お寺に3人でお参りした際に、ご住職が、M さんに、半年頑張れば必ず変わってきますから、一緒に新人しましょうとお話しされたところ、それまで迷っていた M さんは、決心してご受回を受けることができました。年が明け、令和2年、M さんから、 愛車の交通安全のお守りが欲しいと言われました。聞くと、以前、車を購入した後に、神社で交通安全の祈祷をした後すぐに買ったばかりの車をこすってしまったことがあったようです。ご樹回の時に、方々払いを済ませたことで安心していましたが、相手が分かるまで伝え続けることの大切さを感じました。そして 日蓮招集にはお守りはないんだよ。でも、ご住職にお願いして、お寺で安全をご記念をしていただくといいよ、と話しました。ご住職から、放々は怖い。お守りは功徳がないというお話を伺っていた M さんは、車の通行安全のご記念をお願いし、当日は、自らお守りを持って、さらに、 友達の S さんを連れてお寺に参詣しました。お守りを処分し、愛車の通行安全をお寺でご記念していただいた M さんは、帰りには、すっきりした顔をしていました。ごホッス日女商人芸家は、釈伏したら、その人に、事業桁の新人をしっかり教えることが大事でありまして、ただ、ご業と商題を教えるだけではなく、その人が借伏できるように、工獣が、 真剣に育成に取り組むことが未来交付への戦いには絶対に必要であります。釈伏したら、釈伏された方が、釈伏できるように育成するのが私たちの責任であります。決して、釈伏された人の責任ではないのですとご指南遊ばされています。ご住職からも、常々、釈伏するだけでなく、育成が大事なことを伺っていますので、 3月に M さんを総本山への登山に誘いましたそして私と妻と3人で登山し彼女にとって初めてのご会費を受けることができました着服した人が着服を祈り、実践。その後も M さんはお香にほぼ毎月参詣しこれも縁でしょう車の通行安全のご記念に連れてきた友達の S さんも 一緒にお香に参詣するようになりました。何度目かの参詣の折、ご住職様から、S さんに、新人のお話をしていただきました。ご住職から、悩みはありますかと聞かれると、特にはないですと答え、この日は、お話を聞くにとどまりました。その後は、M さんは、一人でもお香に参詣しました。S さんは、時々一緒に来て、 季節が変わる頃には、S さんとの結婚の話も出たようで、それからは、二人でお香に参拝されました。レイは3年7月のお香の後、M さんと S さんを我が家に招きました。一緒にお茶をして、二人で幸せになれる新人をした方がいいよ、と話すと、M さんも、そろそろどうかな、と、S さんにご十回を勧め、 翌月のお講でご受会を受けるという話になりました。私たちも S さんがご受会を受けられるように毎日の御業を招待でご記念させていただきました。ところが月が変わるとご受会を断ってきました。S さんがお母さんに入信のことを話しお母さんからそういうことはやめた方がいいと言われたのだそうです。しばらくは。 M さんのみのお幸参系が続きました。しかし、諦めずに M さん、S さんが幸せになれるよう、招待してご記念しました。今年の2月に2人は結婚することが決まりました。お祝いも兼ねて、久々に一緒にお幸に参拝しようと誘い、その前にお寿司屋さんでランチをしました。結婚を機に二人で幸せになれるように、 一緒に新人していこうと話すと、S さんは、尺物がちょっとと不安げでした。おうに参詣し、終了後に、ご住職より、新人をしていくと、境外が変わっていくよ。夫婦は、車の両輪と同じで、一人では空回りしてしまうので、二人で頑張っていくといいですよ、とお話をいただきました。この時も S さんは、 尺伏ができそうにないと自信なさそうで、なかなか良い返事が聞けませんでした。当日、縁あって、幼行寺にゆかりある信頼者を連れた他支部の方が参詣されていました。その場に居合わせたその方が、尺伏は、新人していると自然にできてくるよ。入信するという最初の一歩を踏み出してみようよ。もし、今後、 どうしても借伏したい気持ちになれなかったら、小塚さんたちに相談してくださいと S さんに話してくれましたついに S さんも入信、幸せな門出へ向けてつまりは S さん夫婦が今後借伏したいという気持ちになるかならないかは私たちの育成次第であることを意味する言葉でした。それを聞いた S さんは少し気が楽になったようでした。その後 ご住職から幸せになりたいそれともなりたくないと尋ねられて S さんは幸せになりたいですとしっかり答えましたさらにご住職から夫婦がお互いのことをしっかり願っていける新人をしていきましょうと言われ S さんはお寺に最初に参詣してから2年を経た本年2月13日に 50回を受け入信することができました S さんは当初新人をすることについて奥さんとなる M さんが喜ぶのであれば自分も受け入れようという気持ちだったようですが孤独の源となるお香に二人で仲良く参拳するようになると初めて会った頃よりも大変顔色が良くなり目がすっきりと綺麗になり打ち解けていろいろなことを話してくれるようになりました。 若い二人がしっかり新人して、功徳をいただいていけるようにと、今年の春、桜が満開の中を4人で登山し、誤解費を受けることができました。少しずつですが、二人が、幸福のために成長していけるように願う毎日です。常にに。お題目をを唱え、縁を大事に思えば、当初は、問題を抱えていた T さんを救うために尺伏しようと。 お寺にお誘いしました。そこへ一緒に M さんが来られ、その M さんが新人することを決断し、粘り強く祈り続けた2年を経て、ご主人となる S さんの入信へとつながりました。釈福の縁は、盆地では思いもよらないところまで広がるのだと、びっくりしています。大聖人様は、1年無名の霊神は、身が飾る鏡なり。 これを磨かば必ず、発祥神女の名教となるべし。深く信心を起こして、日夜長母に、また怠らず磨くべし。いかようにしてか磨くべき、ただ、難病法蓮華経と唱えた手祭るを、これを磨くとは言うなりと、仰せです。M さんには、ご本尊様を、一日でも早くご加父いただき、毎日、自分の心を磨き、 をを積んででいいただけるるようにとと話をしているところです私自身は入信以来、限りなく境外開く題目を、常にとえつ、甲府目座さんとの総本山第67世日賢証人のお歌を胸に、まだまだご記念が足りていない、しっかり文行、招待し、願っていこうと、自分を励ましてきました。今後も、どのような時でも、縁を、 大事に着服を忘れず着服された方が着服できるように育成のお手伝いもさせていただけるよう吾行・将代を重ねて着服請願目標達成に向けて頑張っていきたいと思います。